ごちそうさまでーすちょっとね、あのーうん、人が増えてきてないですか外にああのんきですよねいやそうなんですよ結構ね、うんあのー、みんなのんきにね楽しくね、うん、外出てるなーと思って、うんあのー、ちょっと最近走りに行くんですけど公園に、うんうん、めちゃくちゃ人がおるなーって思うな,うなんか最近、うん、犬めっちゃ見るし犬連れてる人見るし、うん そうで、ね、すね、なんか有名なボクサーもいましたよ、あ公園行ったら。<laughs> ボクサーに有名なやつなんかおらんのいるよ、いるよ。<laughs> 有名なボクサーもいます。有名なボクサーやって思ってあ、います、います、はい、いますよ。かしかもこれはもう、でも、一般的に有名と言われるボクサーがいましたよ、ーえーと思って、はい。うそうですね。まあ、涼しいっていうのが一つあるんでしょうね、本当に、はい、これは。はい 暑くなくなってきたというかそうねいやまあちょっと外出たくなるもんな今気持ちいいもんないやマジで出てるだけで結構なんかこうエネルギー回復みたいな時間になるやんちょっと散歩してるだけで、うん、あそれはだいぶいい外やなうん いや本当にいい外よだ、うん、から移動とかもちょっと楽しいからさ、うん、なんかいいねやっぱこの季節やっぱ気温がいいっていのがやっぱ人間一番いいなってちょっと思うな <laughs> ほんまに一番かわからへんけどだいぶいい、ね、いやこれ一番じゃないほんまにそうあの <laughs> 愛がすべてとかいうこと,と、うん、まあ結構言われるけどそういうのじゃないね、うん、気温やでやっぱ金よりも 金より愛より気温です。そうかな。なまあ確かに気温のその幅とかはさ,さ、鮮度とかと比べたらそれは気温大事やけどさ。うん、はいはいはい。<ー>いやというよりは、まあ、適温っていうのがもう、適<温>そう、うん、快適な適温っていうのが、愛より金より快適な適温。これに勝るものはなしと、本当に最近思いますね。うん、この年になって。まあ、そうかな。はい。鮮度。 鮮度と比べてるさっきから。いや鮮度と比べてないよ。だから適温のこと言ってるよ。俺はだから鮮度とか逆に比べて言ってるというよりは、もうだからえっと25度ぐらいオンリーの話をしてるよ。俺は。だそれは適温とそうじゃないものは35度とかで思ってる？あ思って思ってる。あじゃあじゃあ俺はそうじゃないよ。 常識の範囲内で話しております。ああ、そうかそうか。じゃあ、それ間違ってます。間違ってますうん。じゃあ、じゃあ愛と金の方が大事やろ。ずっと35度で愛に満ち溢れた世界より愛のない25度の方が絶対快適。じゃあ、はい。ああ、そうやな。でも 健康の方がいいいんじゃない自分の熱がさ40度で25度よりも自分が36.5度で35度の方がいいんちゃうかそれはでも確かにそうやな今言われてあ<ー>まあランキングが変わったわ <laughs> 下から言うで「ううん、金、うんうん、愛気温、うん、健康」<laughs> こランキングこれが間違いないそれは間違いないかもしれな確かに健康気温愛金愛と金はどっちでも入れ替わることもあるまあ時と場合によるね時と場合健康と気温が大事愛か金かで揉めてるの見たらもうチッチッチッて入っていけるもんなバカだな君たち健康と気温だよあんま言われてないことやからね最初はちょっと飲み込みづらいかもしらんけどん。 でもそこのなんかこう論争には割って入りたくなるような武器ではありますよ、この健康的いうのは。どっちでもいいんだよ。<laughs> 愛がなくても、金がなくても、貧乏でパワハラを受けててもいいんだよ。健康で気温が良ければ。<laughs> <laughs> そうやね。いはいはい。確かに。そうですね。それはやい,いい。 うん、外ですか今はそう今はでもほんまにそれぐらいの感じやから、うん、あのすごくいい感じやなって思いますねほ、うん、はい、いや本当に全人類にとって、はいまあ、日本人にとって今ちょうどいいぐらいの季節やの、うん、なのかほんまにね、はい、人がめちゃくちゃ増えたなと思ってて、うん、そうやんな「そ<う><の>え、うん、こんな道混んでたっけ?」とか「こんな人」はいはい 多かったっけいや多分これね、うん、僕が知らなかっただけで、うん、あのコロナ禍以降しか僕ちょっとあんまりこう人がいるとこいかんかなんかそれまで閉じこもってたんで割と結構大人になるまで閉じこもってんなそうそうでも実際そうで仕事と仕事オンリーほぼ、うんうん、仕事オンリーでなんか趣味とかも別に、はい、まあ 家でちょっとゲームするぐらいのことをやったから本読んだりとかそうキャンプ行ったりするのも確かにそう,かそ,うそうなんですのそのあとなんしそもそも俺免許取ったら遅いからさあ<ー>その車で出かけるようになったらもうほぼコロナ以降なんですよね<ー>だからなんかどこ行ってもまあ平日の方が空いてていいよねーはあったけどうん、うん、休日でもまあめちゃくちゃ混みまくってってことはそこまで体験してなかったんですよこれまで今えげつないな本当に。 駐車場なんかもう止めるだけでこれもう1時間ぐらい待つからもうやめたーってなるもんな <laughs> ないや都会がちょっとにぎわいまくってる感じやないやひどいわこれほんとナンバー行ったけど結構びっくりしたな本当に今週<ー>ナンバー行きましたけどだナンバーなんかあ行った行っためちゃくちゃひどいほんまにひどいそれ,それ電車で行ったやろ、ね、それ電車で行った、うん、そうやろうです、ね、もう車では行った、うん、車で行ってみよほんまよ マジで面白くない面白くないよ。面白くないね。そうやね。難波の道、ほんで昔より面白くないからね、車のよは。歩行者が広がって2車線ぐらい減ってるから、めちゃ小カーな、御堂筋。めっちゃ面白くない。めちゃ面白くないね。そうやと思いますよ。はい。まじ面白い。までも、その分やっぱ。 もう行かないですか、じゃあ、キャンプとか、もうこれ、平常時に戻ったじゃないですか、コロナので。キャンプはでも、その代わり、その平常時に戻ったことで、キャンプブームが去ったじゃないですか、ちょっと。あ、それあるな。だから別に、結局、プラマイゼロだと思うんですよ。キャンプの人口変わらずみたいな。そうなんですよ、結局ね。なるほど、なるほど。そうね。あでもそれはちょっとあるかもしれんね。キャンプは別に行けるんですけどね。継続ね、それは。 そうやなあそういやだからうんいやまあ前だから心斎橋あったじゃないですかあの飯シに行ったじゃないですか先週ねほんまやなそれあったなあん時も人めっちゃ多かったもんな多かったな多かったってそもそもービ橋僕だけ車で行ってたじゃないですかで止めるところがいやはよついてたんやけどさ止めるとこねえわとこれああ本当にで たまに見つけたらこう法外かよっていうさあはいはい法外ではないんだけどうんはいはいいや高えよみはいな天井設定してくれっていう天井設定なしあるもんなそうそうそうそれはちょっと嫌やからさ2軒目とか行くかもしれんしでも結局あの日もさその遅れてきたやつがおったからさ2軒目から合流みたいな二2軒目も遅いんかい来んのみたいなやつおったやんかうん <laughs> せやな、うん、だから、うん、まあ結局その天井ありんとこに止めててさよかったんですよかったねでもうん、うん、そうしたらうんいくらやった六 ?600 円安っ <laughs> めっちゃええとこ見つけてるやん <laughs> ちゃんと心斎 <laughs> 橋で天井ありで600円安さすがやな そうかなまあそうかそうか安い方安い方やね安い安い600円安いと思うよ止め放題まあまあ天井ありでねいやほんまにさくソそっていうね感じですよねぐるぐるぐる回ってもうはいはい車はまあまあいいねけどなどこもにぎわってるっていうのがまああのこう商売 が盛んに行われてる感じがして、賑、うん、やかでいいなっていうところもあるけどな。うん、そうやな。うん、反面だるいけど。はい。めっちゃさ、みんなに言われてたけどさ。うん。まあ、みんなに言われてて、まあ、確かに俺も思って。たけどさ。うん。マジ。食わんかったな、お前。あ、俺<あ>。あれ。うん。うん、いや、俺だから、あれ、前半めっちゃほんま。 野獣のように食ってたの <laughs> んみんなあんまり見てないときにで、まあ、なんかそうこう後半に失速してみんな食ってない食ってないって言うやん言,言われてたよね <laughs> あ前半の野獣っぷりもうその持ってきた肉にそのままかぶりつきそうな感じ <laughs> 下品な下品な俺の食い方を見てくれよって思ってたよ <laughs> いやそんな前半食ってたんすかその前半結構食ってましたよそそ、ね、そうううかかあ、うん、あいうそのね いでくれるスタイルやったじゃないですか食べ放題で肉をねいやそうかそんなになんかいつもこう結構ですって手で帰らしてた大変外国人の店員さんはいつもそうね塊の肉を持ってきていちいちそいでくれる店でねいですかって言われてていえ大丈夫ですシューン そればっか見てたけどな <laughs> 後半はいはい,い,やいやもう最初の方はもうほんまに3枚くれ薄いわ2枚脂っこくていいね <laughs> そんな食ってました最初の方結構食ってました結構食ってましたそうやなだから総量で言うとそんなに変わらんとは思わないけどいやでも確かにちょっとだけみんなよりは少なかったと思ったよ <laughs> <ご>い,いやけど総量で言うとそんなに変わらんよあれ <laughs> <laughs> あんな言われるほどではないよっていう <laughs> <laughs> そうでしたよ<ー>、はい、結構言われてましたね、まあ、そうですねまあ結構言われてましたし、うん、まあまあそれが、まあ、今ここの軸やと思ったからいいんですけど <laughs> いや軸俺が食わないってことが軸になってた気がしたから <laughs> 盛り上がりのかいなあなそう <laughs> いいんですけどまあそうです箸休めに俺が食わない話やったからまあそうですか <laughs> はいはい そうすね、いやーほんと人多いからもう行きたくないなっていうかなんかああいう時さちょっともう,もう逃げたくなっちゃうのねあの震災橋とかから俺は本当は <laughs> 面白いけどな急にみんなで飯食って、ね、逃げたくなっちゃって逃げちゃうやつ <laughs> 逃げちゃったら<笑>,笑っちゃうけどなそうかな <laughs> ちょっとでも逃げてる感じ出してほしいけどな「ひえあっひえ」っていう感じですけど <laughs> まあでもうん 1>, あのいや1軒目はまあいいんやけどさもうそういう覚悟で予約も取ってあ<ん>まあスペースは確保されてるわけじゃないですか2軒目を探す時とかに人がぶわーっているところでさどこがええかなみたいなとかっつってってもう結構なんかこう人多いな、うん、もう嫌やなってちょっと思っちゃうというか店入って前はそんなことないや、はい、ん,ん、うん、やけどさまあまあわかるわかるその時間ちょっとしんどいなみたいなのもあったりするけどな確かに。 全然いいんやけどなあ、うんまあ、そらな人が多かったな、うん、ほんまに人が多かったな震災橋ちょっと増えたねまあでも景気が良くなってきてる感じがしてい,いいけどあそういいけどなあ、うん、まあこの間なんかその神戸に車で行ったんですけどはい、うん、もう本当に飯結局食えなかったんですよね昼飯前ぐらいに、まあ、11時ぐらいに 召し上が行こうと思って行って、はい、でそこはその電話予約できないから予約制で、はいうん、あ行って整理券もらうみたいなところで整、うんはい、理券取ったけど1時間半待ちとかだったから、うん、いやどうしよっかなっつって、まあ、その1時間半の間にちょっと違う店行くかみたいなちょっとで、うん、そどこ行けど行けどどこ,どこも待っちゃ待ち待ち待ちってなっててでその1時間半そろそろ呼ばれるかなってところにはもう間に合わへんくてその頃には。 ちょっと移動しすぎて持ってうわ何か見ものの感じやなでキャンセルの電話入れて一応はいはいで情けないそうでまあじゃあここいいんじゃないかで行ってうわまた人もでこんだけ外れたらさすがにいけるやろうともうだいぶ外れたぞみたいな外れたし全然うまさにもうまさの定評のない店やでっていうせっかく来てるのになんかその場所に行ったんですよほんなら めちゃくちゃ並んでたんですよ。なんなそうなんれっぽい店でそんな状態やったんや。いやー、うん、もうえぐかったな。で、結局、えー、何も食えずですよ。あそうですか。うん。昼飯抜き。えそれはあれやの仕事じゃなくてってことやいや、もちろんプライベートですよ。面白くないよ。ほんね,前ね、飯抜きのプライベートの遊びに行くん、おもんねえね、それは。<laughs> 腹ペコやんでで店店さその、うん、店を並んでるかどうか見に行ったりとか一応店の中に入るたびに近所のコインパーキングの値段はかかるっていうねああなるほどね300円とか200円とか取られていくという <laughs> はい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 なるほどねいやもう人多すぎて嫌やわうん うん、まあちょっと不便ですね車で行くと不便ですねもうだから都会には車で行きたないなっていうような感じですけどね今の感じやとそうやねまあ住んでる場所が俺田舎というかさ、うん、あの都会じゃないからさはい、はい、その電車とかのそんなにアクセスがよくないからさそこやね前大阪市内に住んでる時やったらそれこそね、うん、電車自転車で標本って感じやけどさ、うん、どこでも。 そうねあの辺やったら自転車で梅田もなんばも行けたしっていうような感じあるけど、うん、まあ俺も前住んでるとこそうやったけど、うん、まあそうっすね電車は楽やな、うん、でも電車楽やな電車楽かな俺電車めちゃくちゃ近いねんなこの何か何個もあんねんなこの家あそうなんや電車が近いっていうのは駅が近いってこと駅が何個も近いねん、うん、<laughs> でなんかこう <laughs> 何,個何個も近くて <laughs> なん <laughs> なんやろこの場所って思うねんけど<何>お駅が何,何個も近いねんなほんでまあえっといろんな電車の駅あるしっていうああ路線がいっぱいあるってことかそうそう路線がいっぱいあるってことああなるほどねあそれやだからまあ、うん、一本乗りはこう着くわみたいな感じになってるから、うん、か便利なんですよ結構どこにでもそうそうどこにでもっていう,う これいいかなとやっぱ住む場所によってその行動するものが変わってくるってのはあるわうんだから自転車が多かったけど前は今はまあ電車の方が多いなって感じあじゃあもうあの自転車乗ってない自転車も乗ってるバイシクルって書いてるやついやめちゃスポーツバイシクルも乗ってる、うん、乗ってるんや乗っ,乗ってる乗ってる乗ってるそうっすねうんう今日は俺は自転車の話をなんなあそうなんですか そう,ね、そうやねあいやーちょっと時間がなくてねそれを聞けないことになるかもしれないですけどねああなるかもしれないねああそうですね <laughs> <laughs> 本当にねそうなんですよ <laughs> なんか <laughs> まあ別に自転車の話もいいんですけど、はい、あのーはい、そのねこう友人がさ、うん、あのー、悩んでってさ今うんうんうん 同をさ1兆円1兆円じゃないですよじゃなくて同棲同棲同棲をするらしいんやけどさああついに同棲ですよということで何歳やねん何年遅れやねん十何年遅れやね二十何年遅れやねいやまあまあまあ同世代ですけどちょっと年上ぐらい年上ですけども <笑><笑>ついに同棲やでという相談やった相談というか話してて、はいはい、あそうかと。でまあ同棲するにあたってさうもう一個、うん、同棲同棲するけどもう一個こう家をさ、うん、借りるかどうかでなやん借りるかどうかとまあ俺と同じ職種なんですけど。うん それを借りるかどうかと、うん、そしてそれを同棲相手に言うかどうかで悩んではってああはいはい、うん、同棲するとで同棲するけどその、うん、まあ部屋数もあるけどそこでじゃあ、うん、わ,わ,わ,わしゃ仕事するんかいとうん、うん、ってなった時にあの、うん、できるかいとそんなんって言ってはってあそうなんや、うん、人によるよなまあやっぱそれ人によるよなで うん、俺もできないですよ。そもそも家であんま仕事ができないから基本カフェとかでもともとやってたし<ー>最初からね,なるほどねだからあんまり家ってこうまあだからちょっと理由が違うんやけどな俺の場合はその別に同棲やからとかっていうことじゃなくて、うん、こう家で仕事ができないしにくいっていうい<や> <laughs> 単純にキーチルシ印っていうところもあるしあそうやんでね。 いやまあほんまにそれがすべてでほんまは集中しきれる環境ってあるけどちょっと気いりながらももうそれでやるみたいなところもあったりするしそうっすねいやわかるよでもあんたの言ってることもその人が言ってることも多分まあまああったほうがいいけどな仕事場そうやねでそれをさ相手にまあでも職種上別にあっても不思議じゃないというかある人の方が多い多分ねそのはいそうですねで別にうん 言っても言った普通に言えばいいやんって俺は思うんやけどさああどうせ相手にねああそれ言わずにしようかなと思ってるみたいな感じやってんけどさ、うんうん、でも言うことの弊害としてはそのほんまかえとお前と <laughs>、うん、ほんまにそれ仕事だけでつこ展開とそれ帰ってこない全然お夜遅いけ怪しまれるのはん、ね、しんどいみたいな<ー>うざいみたいな,な っていう風な感じやってそのだから怪しまれるだから一人で仕事ちょっと一人で集中して仕事したいねみたいなことの説得力がさなんかこうやってでも人によるよなって思ってその話聞いててその人は結構ね明るい人ですごく誰でも結構話せるし面白いしみたいな感じやからなんか。 その人がそれ言っても確かに彼女とかでも信用されにくいかなってそのなるほど、ね、集中せねとできんねみたいな、ね、できるやろなみたいな<ー>その<ー>ね <laughs> お前どこでもやってるうやろっていう、ね、<laughs> 8人兄弟で育った中でテスト勉強してたんちゃうんか、ね、みたいなイメージのやつな <laughs> そうやねなんかねなんかチラシの裏で十分やろうみたいなね、はい、<laughs> 見くびられてるね <laughs> チラシの裏真っ白じゃないけどスペースで遊べるやろお前みたいな <laughs> すごい家やろんかそ人のキャラクターによる気がして私さそこ多分恵まれてってるというかちょっと繊細そうであったりとかさ、はい、なんか小難しそうに見られがちやからさはい、はい だから別に全然それは、うん、そりゃんか集中したいやろうなみたいなそうなんかなっていう感じするよねだからまあ説得力がちょっと上がるというかさははいいだから、うん、いやその割にはだからいや別に全然、うん、あの誰かいても全然仕事できるよみたいな感じを言うとなんかこう割とむしろプラス好印象みたいな。うん はいはいはい、そいだから最初の設定のその人のキャラクターって結構大事やなと思ってさ、うんうん、でも確かにこう明るいという人がついてたら難しいなと思ってそういうなんかなんかこう明るい人やったら別に全部が全部明るいわけじゃないやんか一人になりたい時もあるやろうしさ、うんうん、特に一人でやる仕事やったらこう集中したいっていうのももちろん全然わかるしさ。うん お前明るいから収集すなって思わへんしさそうだねうんそうだねでもまあ大変大変ですね確かにそのイメージついてる人ってのはねん。あなたはどっちですか僕はちょんか今の話聞いてたら間ぐらいですどっちでもないどっちでもない間ぐらいじゃないですか間いなうんなるほど若干 若干なんか気にされなそう気にしなさそうやから若干ね、うん、だから、えー、とそういうふうなことを、えーとまあ、人に話す時は説明入れてやる感じっすね、うん、ああそうかお前だから若干チラシの裏タイプやと思われがちってこと、うん、と思われてるからそこを普通に戻すための説明をして、えーとうん、こういうことやねんみたいなことを理解をしてもらうために足さなあかん感じはするな俺はああなるほどな うん、結構、まっとうタイプちゃう、だから、まっとうん。はいはいはい、要望を言うっていう、まっとうに。<laughs> 理由と要望を言うっていう <laughs> いや。それで信用してもらえるかどうかわ分かんないもんね。<laughs> ああ、まあまあ、そうやね。だから、うんうんそ、そこまで信用してもらえないの、その人。それは普段のやり口にちょっと問題あるんかもないや。やり口には、まんな問題ないんですよ。 人でではなないいとううか普通,に普通なんですよそうすか、うん、ただまあちょっと明るく見えすぎることかもしれないですねそういうふうない。えー、いやだからあんまりそういうのって確かあんまりこう疑われる過去の人はこれまで人生において僕疑われる、うん、ということがあんまりそこにおいてはね仕事とかにおいては、はい、なんか言われたことってないなと思ってそのとかにっ過去ないんやそれが。うん それはもう言いにくいだけかもしれんけどさそうかもしれんけど言ったらなるほど、ね、とんでもないことになるかもしれないと思ってただけかもしれんけど、うん、な、うん、<laughs> すげえ長い話 <laughs> <laughs> させられるかもしれない。 こんことしつこい時間が永遠続くことを恐れたのかもしれんけど <laughs> 24時間地獄 <laughs> <laughs> 一言で24時間地獄に <laughs> まあそれは嫌やもんね,ねそれを恐れてねうんああそうですねでも一言言24時間地獄の恐れがある人にはやっぱこうなんか自分のそう嫉妬心みたいなことだけではさこう提案しにくいだろうなああ <laughs> そうやね確かにだからああうん そうね、あの自分みたいにその一言24時間地獄のリスクがありそうな雰囲気を常にまとっとけばみんな解決することなんかもしれんな,これなあの、ほんまにその怪しくないというか、うん、ほんまに本音でそういうふうにやりたいことがある場合あレクチャーしたいじゃないですかその,その人に一言言24時間地獄の雰囲気 <laughs> 雰囲気だけじゃない、でも実績がいるよ。 <laughs> そうね、うん、はいまあまあ実績も含めてまあ実績を作るってことからね嫌われんやん嫌われる <laughs> 同性が解消される <laughs> <laughs> 多分 その人がそれやりだしたら違う魅力で勝負してんのそうやでもともとちょっと特性悪すぎる相性悪すぎる特性の武器もったあかんなそうですそれが好きでむしろ嫌いなやつかもしれんかね明るくてっていうその人の魅力で好きってね好きに付き合ってるってことは十四時間以上全然好きじゃない。 まあ好きね、24時間地獄1回であの別れるリスクが高いよなそ,あそうやね、うん、<laughs> そうやねそういうと魅力でいやもうしゃあないんじゃな、ね、いでもその魅力で得れるものも得てるわけやろうからまあそうだねまあそちょっと隠しきらなあかんところはあるかもしれないですねでも隠してそれバレた時が一番ややこしいけどな、うん、そうやんなうんだってその人の仕事部屋でも そそうそう悪いことしてなくて、うんえっと、めちゃくちゃややこしいよな。<laughs> でなんか怪しい上に実際に誤解が解けたとしても、うん、この仕事分仕事部屋分別に一部屋追加した上であで、うん、同じ額でいい部屋にできたじゃないっていうね話も出てくるじゃないですか。なんちゅう考え方やそいつ。 <laughs> お,前お前の金ちゃうやんじゃないかそれ。違う違う。だから、うん、そいつの金じゃないけど、その人の金じゃないけど、うん、えなん,なんで俺がいい生活しようとすんねん、それで。つまり、えっ、ー、と、まあ、別でワンルームで6万借りるより、うんようん、えっと、実際、部屋にしたら別に3万ぐらいで済むやろうが同じ部屋にしちゃうと。うん、そうだね。じ,うん、じゃあ、そこはみたいなところの話にも若干なってけへん。 結婚してたりしたら家計が一緒やから同棲でそれ言い出したら結構嫌な女じゃない確かにね同棲ではないかほんまやね結婚の場合やなで額も多めに出すらしいんですよその人がだいぶ多めにねほぼほぼ出すとその二人の方もはいはいその上でってやからさうんうんなるほどねじゃあまあそこの心配はいらないかいらないけどまあでも でも,でも隠し事してんのはええわしかもやましいことないああだからやましいことないんやったら言った方がいいんじゃないっていう俺の考えとああああやましいことがないからこ,ないからこそ毎日ちょっとや、うん、そこ疑われる可能性があるのはもうだるすぎるから言わへんっていうその人の考えだったんですけどまあまあまあ確かにそれはそれで。 分からんでもないけどその人がそういうふうに言ってんのは分からんではないけどまあ俺は俺やったら言うけどさめんどくさいからそっちの方がはいはいはいで地獄の顔しとけばもうそれで解決すんねんからさそうやねだから24時間地獄に引きずり込んでやろうかっていう顔でいけるもんなまあでもやっぱその武器持ってない人はやっぱあれかその選択にもなるな確かになっちゃうんかなと思ってねなっちゃうなっちゃうかもしれんね毎日疑われるのも大変やもんね多分ねその 毎日疑う人も珍しいと思うけどなでも言っといてるまあなあ、うん、言ってて理解してもらった上で毎日疑ってる人もちょっと変やけど、うん、まあまあねいや多分でもやましいこともあるんちゃうかなって思うけどな,なんか心のどっかにいやないけどな全くいや心のどっかにあるからなんじゃないのって思っちゃうけどなういやその人喋っててゼロやったけどな、ねうん、ああそうなんや、うん、疑われるって 毎日疑われる。そうなんか。疑われるかの、ちょっとでもそれが孕むのが嫌というか、その要素がね。同じマンションにしたらいいや。ああ。まあ、なあ。いや,いや、回避の方法別にあるからさ。もう徒歩一分とか、同じマンションにしちゃって、別に。彼女とかも、別に全然。来てもらってみたいな。ああ<ー>。 はい、いやけど、えー、とそ,のその回避の方法を考えずに、えー、と言ってるから俺はちょっとやましいとこあるんじゃないって思うな。<laughs> いや、やましい。その回避の方法が出ない人じゃないでしょ、多分その人はいや,いやいや、全然やましい、そもそもやましい、うん、機会に恵まれなそうなんそんなに。 いやだから機会に恵まれるかどうかより心の問題です俺が言うっていうのは心のの構え話ですそうかないやでも本当にないけどな多分なさそうやけどないやもちろんそういう機会はないけどそういう心構えはどこかほんの1ミリどうですかっていう話ですよ多分やましいというのはその女性関係のやましさはないと思うんですけどないですはいないと。 ほ,まあ、ほぼ格ですけど、うん、そのなんか、はい、多分その不適合者感のやましさはあるかもしれんい本当はなんかこう飯とかも、えー、今日も彼女と飯シ君か的なねそのなんか、ねうん、一人で今日はいたいなみたいな <laughs> 多分そういうのは持ってるかもしれはい、はい、ない、ね、そういうやましさね。うんいややっぱそういうのはあるよね 俺はあんまないからねそういうのねだから地獄の割には俺はないからそういうのははいはいはいなるほどねまあでもわかるよでもそれも俺もそういう人で降りたいたいな。ああいる多少はみんなあるけどさその要素はね大きい人小さい人いるもんね大きい人は結構あるもんねそういうのそうですねうん一人でいたいみたいな今日はなちょっともうちょっと今日は一人でゆっくりみたいな うんそれも言いづらいもんねそれ言いづらいやろうね同性どころか結婚してる人もそうやろうけどね言いづらいやろうねじゃあその絵がある場合も同じマンションで1ワンルームとかもうほんまに意味ないからな多分そうやなそうだよねそれがあるとなそれがあると離れときたいわけやからな まあちょっとねんかこう一旦忘れたいというか一人にこもってみたいな別に嫌いとかじゃなくてことな好きやけどってことやもそう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 う同棲すなよもうその人ほんならほんならって思ってきたわいやいやいやそこは別にね同棲の良さはもちろん分かってるわけだし まあ、それはいいなということはあるんです。んまあ、程よさを求めてるんですね。やっぱり。いや、まあ、そうでしょうね。まあ、その。はい。うん。まあ、会社ず勤めしてたら、まあ、会社の時間は絶対に疑われないわけやからね。何も言われることはないからね。家を出ていくのも。そうですね、え、今日どうしたの、あなた。はい、会社だよっていう,いうやりとりじないわけやから、ね。はねはい。あ、うん、ないやりり。毎朝、うん、<laughs> あ,あ、アンメットや。<laughs> <laughs> 就職する前に記憶なくした <laughs> <laughs> まあそうかそうか <laughs> うんそれメモ取ってないや<う>んめ <laughs> ん <laughs> その場合 <laughs> まあでもそれそれにな,それになるというかそ,そうなっちゃうもんねその会社員じゃないというかフリーランスとかでやってるとそのフリーランスや、ね、まあいちいちね今日はこうみたいなことやったりするやろうから、うんうん、相手世代やると思うけどね相手によってはね、うん、うんうんう、ね、いやそれって結構確かにめんどくさいというか いいかもしれなそうねまあだからその人はそうってことやろだから会社員じゃないってことっすよねあ,あそうですね僕と似たようなというかう、ね、はい、はいはい、仕事です、ね、なるほど、はい、いや大変ですね,ですね <laughs> 人の話を聞いた時間でしたね今日はそうですね確かにねうん、うん、そうっすね、うん、いやちょっと知らない言いかえ、はい,言いこう いい俺こうしたらいいんじゃないっていうのはな特になかったから僕はそれに対して<え>いやその統制の、うん、ことに対しては、うん、あんまりこういやマジで,でもその憶測で話してんあのアっコはえー、っと<ん>ぐうたらな部分をっていうことぐうた,たらあのぐうたらえっ、ー、とこうしたらいいんじゃないっていうのはあれでしょその人がこうしたらいいんじゃないってことでしょ だから俺が何かこうしたらいいんじゃないっていうアドバイスはできなかったから。ああ、はいはいはい。どうかなと思ってこの場で。なるほど。いや、まあ同じマンションでいいんじゃないですか。同じマンションの違う部屋。ちょうど間取ってていいんじゃないですか。言うなら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 。言わんでもいいやろうけど。なるほど。 お時間じゃないですかそうですね、実感なんですけど、まあ、5分ぐらいでチャリンチャリンと話せるんやったらいけますけど、どうしますかそうですか、いや、別に、そんなに無理やり話したいわけでもないけど、まあでも、じゃあ、来週に取っときますか、どっちも別にそうですね、取っとことのことでもないですけど、本当に取っとこと。はい。 どっちやねってだからどっちも別にいいよっていうことです自転車屋さんの話は自転車屋さんなんですねそう自転車屋さん自転車屋さんの話でもうなんかすごいいい腕がいい人でさっていうことやな、うん、あいいよね、うんはい、腕がいい人はああそうですねそうそうでいいねってなって、うん、なんか変わってんのよその自転車屋さんがなんか前もさチェーン見てもらってさ、うんうん で、なんかこう油させてもらったんで、なんか締めて調整とかしてくれて、うん、で、お金払おうとしたら、あ、いいっすよって言って、言われて、なんでやねん。なんでやねんって思って <laughs> で、パンクは500円で取るんですよ、パンク500円ねうん、パンク代はな。安いでしょ、でもパンク代円、ちょっと安い。安いよね、うん、そうそう、安くて。で、まあその油し、油締める調整とかしてもらったのにな、みたいな。うん、結構安い。で、またちょっと自転車がたきて。 できるだけ自分で直そうとしたけどちょっと無理やって厳しくて、うん、でその自転車屋さん行ってめちゃなんかしっかりあの自転車の前輪外して、うん、結局なんかねあのなんからカラカラずっと鳴ってたんですけど、うん、自転車の、まあ、前輪が、うん、なんか前輪の、えー、となんか油,油というか油の塊みたいなやつワックスみたいなの持ってきてこれがグリースみたいなのがなんかちょっと。 くくなくて、えーとうん、ちょっとこれであの音が鳴る原因になってましたねみたいなこと説明されて、うん、でちょっとお時間いただけるいいですかって言われて全然大丈夫ですって言って、まあ、20分ぐらいで作業してくれて、うん、であのちょっと乗ってくださいって言われて調整したんで乗ってあ大丈夫そうですねって確認させてもらってい<う>けましたねって言ってお,<う>でお金払おうとしたら、うん、いいですよって言われてんやこいつって思って <laughs> 技術量っていう知らんのか。<laughs> 技術量ということをんやこの人何でやってんねんって何でやってんも取ってんい何でやってんのんこの人と思う。何でやってんのそいついや本当にわ分からん分からん何でやってんのか分からんよ奥さんに怒られるやろそうやったらいやほんまにないやマジで腕もいいのよねなんやこの人と思ってさでまあまあお土産渡したんですけどだからまあちょっと差し入れさせてもらってやお土産って 差し入れや差し入れうんそれはその金を受け取らへんから差し入れしかないなあはいはいその差し入れを結構考えたわっていう何かいろいろああ何差し入れたらいいかってことそう何差しなんかプレッシャーなのよね2回いい仕事してもらっててただっていう時にんかそこの差し入れどうしたらいいねんっていうこと確かにねちょっとプレッシャーなったな結構ホンやな どうしたらいいか、そういう場合は。な。ドキドキしながら渡したい。お金取ってくれって思いながら。お前ほんまやな。なんとかしてよっていうね。なんとかしてよっていう感じっすよ、当。はい。まあ、でも、いい自転車屋さんがね、近所にあるということが分かって。まあ、よかった。いいっすけどね。まあ、信用のける人ですよ。信用置けますか信用できますか信用できますね。結構、いい感じの信用できる人。 確かになそういうああ,、まあ、あれでしょうチェーン店じゃないってことですよね違う違うチェーン店じゃないよめちゃくちゃ個人店だよ、うん、でお金払おうとしたあいいっすよってでいっつも誰かもんねんな誰かの自転車の相談乗ってる感じこれただなんやろうなこれもみたいな思いながら <laughs> 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 何で金取ってんのこの人自転車<れ>自転車売ってんねんけどな自転車自体は中古自転車とか売ってんねんけどはい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  まあまあだから整備は基本サービスでやってもそっち側で買ってもらってみたいなことなんかもしれないけどそれも別にそんな売れる台数ってその地域の自転車屋や,やから知れてるやんかそうやな、まあうん、だから、うん、基本整備でやっていかんじゃないの自転車やってって思いながら <laughs> <laughs> プリン渡したよ <laughs> あプリン甘いの食べれんのかな、うん、そうそう甘いのさっき食べれるか聞いて、うん、食べれるって言ってたから、うんうん、好きなんかな いや、どうなんやろうな、わからん、わからんけど。そうやな、まあ、喜んでくれたらいいなとは思いつつ。喜んでた。そういうのには厳しいとかなかった。いや、きっとあれ金取ってなかった。大丈夫、大丈夫。なんで金取られんのプリン私にって、このプリンを受け取るなら、1200円いただきます。そうやな。変ですよ、そのシステムは。はい。まあまあ、喜んでたっぽくは見えたけど、なんか、うん。まあまあ、喜んでくれてたらいいなっていうふうに。 プレッシャーやぶつぶつ交換は金のやり取りより金のやりといて楽でいいねっ思ったそこにセンスとか問われへんからねそうそうそう相手好きかなとかあこれでも生もんすぎたらちょっと賞限早いなとかんかその感じというか結構ね時間を取られるということもあったりするなぶつぶつ交換って初めてやぶつぶつ交換したの俺相手のこと考えなあかんからなあぶつぶつ交換はそうねうん だからまあお金って楽なんやなって思いましたね今週そうなるかもねそういう風うに思うとああうん、うん、めちゃくちゃ楽よお金ってすごい発明やなと思いますよめちゃくちゃ楽やったああめちゃくちゃ楽よ下かしやけどな一番だから金愛気温健康やけどな <laughs> やけど金はめちゃ便利やと思う確かにいい発明やな <laughs> いい発明ですよ、うん、最高っすよはい確かに、ね、なあといううんはいはい ね、なるほどねはい、うん、まあちょっとね時間に追われてますよね最近ねこの日常を話す時はまあ前私でしたけどそうですね、うん、なかなかね場所もなくなって前回は外でしたけどはいはいまた外でやりますしねきっとそうですね外しかないですからね、はい そうですね。意外と良かったすね、あそこそうやね、外が気持ちいいよね、外で話してるっての、うのは。今の時期やから、1月とかになってきたら、またちょっと話変わってくるかもしれない。変わってくるかもしれんね。確かにね。1月の雨とか最悪やな。15分とかで終わるかもしれない、この日常が。寒すぎて。早う帰りたーて。そんなことない、1月は1月で外も、なんか、着込んでたら気持ちいいけどね。 うんそうねうん聞こんでるとねそうねだからまあちょっといい外知ってるよっていう人ね関西近郊であはいはいそうですね関西近郊で「コラって言われなそうないい外知ってるよっていう方はコメントいただけたらと思いますそうですね詳しい場所とかやったらメールでもありがたいですしそうですねメールでいただけたここで URL も貼っていただいても地図の位置情報をね 人いねえっすよ、ここ静かっすよっていうのを教えていただけたらねストリートビューの貼っていただいてもいいですしお願いしますね。ということであれなんですよね、結構思い出せばあのの時さ場所なくなったんです、困ってるんですって言ったときに結構実はね何人かここいいですよみたいな。 ここ使いませんかみたいなくれてる人もきっいてでここんかこういうふうに喋れるとこになってるんでもしよかったらみたいなはいはいはいでんかまあ別に一人じゃないですこれ何人かいたんですけどその全てに共通していたことはそこから飛んで見に行ったらただではなかったっていうねことですかね。我々が今話してるところは全部ただやからな。 だからそっちを選んだということですね今回はありがとうでも提案はくれてただのほうを選びましたただちょっとねあれたタダっぽいな文章がて思って文章はなんかこう好意で文章はみんなタダっぽいねん好意んでこれみんな共通して文章タダっぽいんやろうと思ってそうやなみんな共通しておるよねそこはねいやまあそんな甘くはないですよそいうやねなだからなってさあこれありがたいなと思って ホームページ飛んでったら全部有料。そやな、こっからここの時間でおいくらになりますっていうようなことがね、しっかりと書いてあるような感じでしたね。いや、ただっぽいんやけどな、出だしは。ただっぽいんやけどはめちゃくちゃただっぽかった。俺も思った。ただは何やろうな、これ。ただっぽいな。ただっぽいというか、ただやと思って飛んだからびっくりした。ただやと思ったよな。 たたただだだややと思っけけどななんかいわもうでもそれは結構1回目で慣れたけどな1回目で考え改めてけどなまあただなんかないよな確かにとか思ってなるほどな一応こういう場所がありますよって教えてくれてるだけかいやありがたいですけどそれもいやありがたいですよ本来はありがたいけどただっぽく書いてるからさありがたさよりも金取るんかいって思ってもらうというかさメール文から「安めに」とかって書いてくれてればさ 確かにね、有料ではある春みたいなことと。ああ、そうなんだみたいな。じゃあちょっと、条件見てみようかなっていう目で見れるけどさ。ということで。いや、うまいっすよ、皆さん。いや、うまいっすね。いや、うまいっすね。いや、うまいたすね。いや、まあ別にどっちか飛ぶんやけどさ、紹介してくれてるわけやが、有料だとしても、値段は見るんやけどさ。そうですということで、ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。また来週も、この日常ラジオ、はい、お会いしましょう、はい。はい、お会いしましょう。あのそうですね、ごち日曜日というチャンネルもね、あの、うん、実写でやっていますし。はい、ニコニコ、チャンネルプラスの方では。はい、あの、自転車の会というのも配信もしておりますので、はいはい、そちらも見て,て興味ある方は見ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では、では、ごちそうさまでした。は,い、はい、ごちそうさまでした。